はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回使うのは氷塊ゼシカになりますね。まあ診断で結構な強化カード、スノーモーンとか、まあ、フローズンリンクをうまく使えば強いカードなんで、まあ、この辺の強化をもらいまして、まあ、加えて、どこに入れても強いベロニカとか、まあ、あとはね、氷塊と割と相性がいいんじゃないかなと思っているウィッチレディとかを診断カードとして採用しています。他には一段の頃同様、動く石像と相性が良かったり、キラーパンサーもね、条件を満たしやすいんで採用しています。というわけで、デッキはこんな感じですね。ちょっと今日声のコンディションがいろいろと重なって最悪なんですが、頑張って実況していこうと思います。それでは早速対戦の方に行きましょう。対戦相手はゼシカ、そして高校になりました。氷塊と多分相手テンポですよね。このマッチアップ絶対勝てない気がするんですが、マジックフライ、まあ、いてつく第一は持ってていいか。ここをキープでいい気がしますね。マグロだった場合を考えると、ガチャコックも欲しいし、テンポだった場合を考えると、マジックフライも欲しい。あ、アグロですね。これはでも、テンポと戦うよりね、はるかにマシです。マグロに強いかどうかわかんないですが。多分テンポには勝てないですよね。どうなんだろう。ニードルマン、おお、めちゃめちゃ攻めてくるな。これはまずいですね。マジックフライ置いてる余裕あるかというとありますね。てかマジックフライ置いて、ヒャドとかヒャダルコを持ってこないと一気に押し切られてしまうんで、なんとかこの辺のカードで処理札を引いていきたい。まあニードルマンが殴ってくれればそれだけドローも進むんで、あとはガチャコですね。こいつがいかに止めてくれるか。うん、ドローヌーバー、ちょっとドローが重めでしょうか。これでヒャダルコ引ければ、ここヒャダルコだったらかなり安いですね。いや、ヒャドか。まあ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 、ガチャコ、で、後列ですね。はい。まあやっぱり前列配置はブロックに利用されてしまうんで、それは回避したいです。いや、ヒャダルコなら今この後列2体を取れたんですが、もういたずらものが出てくるのちょっと遅かったですね。これは助かりました。テンション上げてくるか。あー、メラミを切ってくれるか。またまたヒャダルコ欲しいですね。よーし、引いた。素晴らしい、素晴らしい。これはマジックフライ、これですよね。このヒャダルコが僕好きなんですよね、氷塊は。てか最近ギガスラッシュとか、その辺の列指定除去カードにハマってて、よしよしよし。これは受け切ったでしょ。ちょっと相手の方ドローが低コスに寄りすぎていた感じもしますが、もう厳しいんじゃないですか。キラーパンサー、おお、どうしますか。どうしようかな。なんとも言えないっすね。ただこれマジックフライが、マジックフライが倒れるとヒャドが確定で、あ、じゃない、メラゾーマの可能性もあるか。いや、ごめんなさい、ちょっと兆候になってしまうな、これは。まあ、キラーパンサーで処理が安泰かな。はい、これ、まあ、本当はもっとフェイスに殴るために使いたかったんですが、氷塊もね、当然ユニット1体としてカウントされます。なんで、キラーパンサーの攻撃が、速攻付与可能ですね。今みたいな状況でも。
まあ、氷塊使いの方からすればかなり基本中の基本らしいんですが僕としては面白いなって、こういうキラーパンサーってあんまり環境で見ないカードなんで、この辺のカードを生かして戦っているっていうのはだいぶ面白いなと思います。はい、処理。ただもう相手の方自利品ではありますよね。どうしようかな。ヒャド、いいですね。ガチャッコ、はい。そしてガチャコッコのパワーも当然上がりますよね。これで敵ユニット3体分としてカウントされ、このようによーし、対戦ありがとうございます。うん、これは氷塊の処理能力がしっかりと働いたいいゲームだった気がします。はい、対戦ありがとうございます。はい、対戦相手はトルネコ、そして高校になりました。おー、ただ動く石像最初はいらないかな。うん、まあこんな感じでいいですかね。フロストギズマもっときたいですよね。ちょっと動きづらいハンドではありますが、高校っていうこともあって、まあなんとか序盤は処理は追いつくかと思います。次の手やることないですね。まあでも多分トルネコ側から動いてくるでしょう。ここはドロヌーバとか来たら厄介ですが、そこにテンションスキル打つ感じで、ああソロマンか、なるほど、かわされましたね、うまく。やることがないで、顔にテンションスキルを打つのはさすがにないですね。まあテンションアップ1回分無駄にしましたが、スキルリンクじゃない、スキルブーストを回すデッキでもないんで、そんなにね。お、これ2体並べてくれてますね。ただ氷塊だとバラした時点でこの置き方してくれなくなるでしょうか。まあガチャコから置きますか。いや、とりあえず国王処理は確定ですね。あ、そうか、そうするとごめんなさいそうじゃあフロストギズモです。プレミ隠しみたいになっちゃいましたが申し訳ない。まあさすがに後列ですね。とっておきをお見せしましょう。あ、真ん中でよかったのかな。うん、真ん中の方があったっすね。さて、とっておきのお宝を。この時点でも氷塊デッキに慣れていないことがバレバレですが、うん、まあ綺麗に処理。ハグメタバフしてきますかね。あー、まあそのままか。まあガチャコック置きますか。ちょっと濁しますか。ここキラーパンサーでハグメタを取っておくっていう選択肢も十分あるんですが、まあ、ガチャコを出しておけば、うまいことね、相手のユニットを並べてもらえて、そこにヒャダルクを刺すという形でいきますか。そうすればね、ウィッチレディのテンションアップ効果をうまく活かせそうです。うん、まあ当然使われますよね。ただここ何個ヘルスを上げてくるか。もっと上げられると厄介。武器2個目か。いや、並べてくれなかったですね、いまいち。ヒャド、うん、ちょっと問題があって、氷塊を配置できないんですよね。これはどうしたものか。
まあそうだな、これ氷塊を引いておこうと思ったらマジックフライを先に出しておいた方がいいんですよね。ちょっとそれでいきますか。ウィッチレディもったいないですが、ちょっとマジックフライをあらかじめ置いておいて、はい、これでウィッチレディのテンションアップ効果、まあ、最低限はね利用していこうと思います。私のターンですね。こっからあの大地を引いてって感じですね。ただまあまだメラゾーマ2枚と、フローズンリンク1枚。おお、モモミジ出してくるか。ただこれウィッチレイの処理諦めてますね。ああ、さすがに。さすがに処理ですよね。メラゾーマかー。くそー。ただまあ、3体なんで、まだなんとかなる感じしますね。ガチャごっこ、いいドローでした。では、ただまだここじゃないか。石像かな ?1 体は処理するとして、待ってくださいよ。キラーパンサー置く選択肢はまだないですね。石像対面に置いておけばまあなんとかなるでしょう。無視もしづらいですからね。かといって自滅も効率の悪い選択肢なんで。バロンナイト、なるほど。おー、ライバルズってこういうとこすごいいいっす。なんかあの全然見ないカードでもこんな風にうまく使うと強いっていうの面白いですよね。これしかも常時効果か。バロンナイト倒さないと一生ユニットバフされますね。あーくー、これ氷塊だったらな、最高だったんですけどね。これうわー、全部まるっと刺さったんですが、とりあえずどうだこのターン。でもバロンナイト放置になっちゃいますかね。ガチャコメラゾーマ、ガチャコメラゾーマ結局バロンナイトに処理されるだったら、キラーパンサースノーモーンでウォールを張りつつ2体処理ですかね。はい、これで上から殴って上から殴って、まあとりあえず盤面はセーフと。まあそれにスノーモーンを置いておかないとまた氷塊がないみたいな展開になっちゃいますからね。あらかじめ置いておきたい。いやーでもバロンナイトですか。うおいやこれ強いな。処理できないともう本当にやばいですね。はい、そして当然バロンナイトはフェイス、やばいぞこれは。ちょっと待ってくださいよ。噛み合わなかったですねドローが。当たって頼む、ここにこの2個どっちか、ナイスで、メラゾーマメラゾーマですね。あなんか上がってますね。面白いなこれ。あれもしかしてもっと上手い方法あったかな。一応なんとか全処理。今氷塊のスタッツ上がってるの面白かったですね。なんか可能性をまた今感じました、氷塊の。いや、今どうするのが良かったんだろう。ヒャダロコ打った方が良かったかな。
ただ僕もボロボロになりながらの処理ではありますが、相手の方もだいぶハンド細くなってきてるんで、こっからですね。うん。うわーちょっと待ってよ。まあ、ヒャダルコあるんで。でも相手モミジ2体目ですからね。もう最終決戦じゃないですかね。この、ここら辺が。ロストギズモ。当然ヒャダルコは打つ。また。ガチャ効果かどうか考えましょう。置かなくていいですね。ヒャダルコ、吹雪、テンションアップでしょう。ドラムがあったら負けですかね。ガチャコを置いちゃうと、いやまあそうですね。置く必要ないですね。はい、これでまあ、氷塊のね、効率のいい処理能力をうまく活かして、4体処理。あとはまあ、ドラムがあったら負けですが、それは仕方ないと。お、なさそうですかね。よし。うわ、危ない。あと1点。あと1点。頼む。バスズ、来て。あ、違う。え、これ負けてません？あ、負けか。いや、大丈夫だ。危ない。何を言ってるんだ。まずガチャごっこ、当然起きますね。そこから、モミジに、テンションスキルで合ってますよね。はい、モミジにテンションスキル。石像、ウォールも一応考えて貼っときますか。サイレンス怖いですからね。これはなんとかなってるのか？これは。盤面ではなんとかなってますね。あー、終わったかな、これは。うわー、これ処理できなかったのが。まあ、バフすればいいですからね。はい。全部命じゃなければ、負けてました。あ、勝てなかったですね。はい。対戦ありがとうございます。いやー、氷塊の、そうですね。ちょっと生かしきれないゲームでしたが、まあ、こういう展開も、当然考えられますね。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと氷塊の強いところしっかりお伝えはできなかったと思うんですが、まあたまには負けてる試合とかもね、強いところ弱いところ両方見えてきていいかなと。リスナーの方にも、動画見てくれてる方にも負け試合も上げてくれみたいな意見もあったんで、ちょっと今回は採用させてもらいました。はい、そしてまあそうですね、使った感想ですが、デッキがやっぱどうしても回らないことが多かったですね。はい。まあ、構築がまだまだ甘いっていうところもありますし、氷塊がどうしても難しいテーマだなと思いました。まあ、その、氷塊プラス、氷塊利用カード、両方が揃わないとうまくいかないんで、デッキを回す難易度も、デッキ構築の難易度もとても高いデッキですね。はい。そうだな。使ってみて、ちょっとメラゾーマがどうしても、まあ、フィニッシャーとしては必要なんですが、ちょっとうまく使えないゲームもありましたね。その、まあ、スノーモーンは、モンド無用で強いんですが、あと、ドロソが足りなかったかなと思います。はい。なんで、まあ、ドローできるカードも多めにして、今度ね、また、評価リベンジさせてもらいたいなと。そして、バズズが引けなかったんで、こいつを使いたかったですよね。やっぱり、評価圧倒的フィニッシャー、そして、強カードになっているんで、そんなところですかね。はい。まあ、今回は僕もちょっとデッキがまだまだ甘いかなと思ったんで、はい。次回の氷塊デッキまでにはしっかりとね、練っていいデッキをね持ってこようと思います。はい。というわけで今日の動画はこれまでになります。ご視聴ありがとうございました。はい。皆さんご視聴ありがとうございました。これからですね、シャドーバースやライバルズといったカードゲームの動画を毎日投稿していきますんで、カードゲームが好きな方はよかったら登録お願いします。
多分画像が何かしら出てると思うんで、それをクリックしてもらえれば一発で登録できると思いますんで、よろしくお願いします。それではありがとうございました。